セ略クは、ボスニア・ヘルツェゴビナを構成する構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦中央ボスニア県に、属する都市及び、基礎自治体である。首都サラエボの北西、ゼニツァの南に位置し、フォイニツァ川、レペニツァ川、クレシェブカ川などボスナ川支流の低地に位置する。また、ビソコ、フォイニツァ、クレシェボ、ラコビツァからの道路が交わる。 キセリャク周辺に人が住み始めたのは、石器時代初期からで、集落の跡が一つは、カトリック教会とホテルダルマティアの間にもう一つが、郊外のハンプロタ村にあった。中世、キセリャクレプニツァ地域が、初めて言及されたのは1244年のことで、ある。オスマン帝国の支配後は、すべての区域は、オスマンの行政区であるナハイアとなった。 キセリアクが単独で初めて言及されるのは1531年のことで、スロベニア人の作家、ベネディクト・クリペシチにより言及されている。14世紀に、ハディウベジスが、今日のキセリアクの基盤となる街を築き、モスクやキャラバンサライ、警備所などを作った。 これにより多くの旅行者が帰省役を訪れており、あるフランス人は1806年と1807年にミネラルウォーターについて記録し、オーストリアの地質学者、アミブーエは1836年に初めて帰省役を訪れ、1838年に裁縫清水が美味しいことや多くの旅行者が街を訪れていることを記録している。ローマの発見もまた大きく。 中世紀の多くの墓も発見されている。1908年にウクチェブチ村でイリューリア人の居住地跡が発見され、ビリエラ村でもイリューリア人の居住地跡が残されていた。この他にもローマ時代の建築物などや貨幣が発見され、そのうちの一部はボスニアヘルツェゴビナの国立博物館やザグレブの考古学博物館、フォイニッツァのフランシスコ会修道院などに、 収蔵されている。パロス・ウクチェブチの村は、ボスニア・ヘルツェゴビナの中でも、最大規模の考古学的な場所である。1991年に入るとキセリャクでは内戦に、備えクロアチア人たちが、組織化し武器を手に入れた。その後、キセリャクでは、ユーゴスラビア人民軍の犠牲にならず万楽を手に入れている。 組織化された組織は、その後組織されたクロアチア防衛協議会で、最初の軍事行動は、ヤイセでのスルプスカ共和国に対するものであった。紛争による規制略での直接的な影響は、ムスリム勢力とクロアチア勢力との間のもので、ムスリム勢力は、後のボスニア・ヘルセゴビナ軍である。クロアチア勢力とボシュニャク勢力の規制略での紛争は、ハンプロチャムラ。 カザギチ村、ゴミノニツァ村などで発生した戦いでは、クロアチア勢力が勝利し、ブゴイの、コニツでは、ボシュニャクジン側が勝利している。イゼーポバシバッドンジビホーラサイバイラレバッツ、ブリズニスボリコビサボリナブリズイエバーンジエーシー、ブックビカバズーシーカルコバックシズマキューブリン。 ダッティサイデミッシデベティサイドシ、ドンジペールズドロセーブサイデューブレイブ、ズゴポルジデュリーデュークゴジゴージャコバッツ、ゴーミオニカ、ゴルンジーペールズグラーダッツグレーオーボシー、グローミリホハガンジャッチヘイドロバシー、ハンプロカハーツイジーホモレロストビービチャ、ジェホバックカチューニストカザジェシキーシリャックコタカラ、香ばしいクルツバイン。クリジサイクリージーズラグリエトビック、マハラゴーミオニカ、 マハラビジンジイカ、メールサットニスマルコビサマスライノビシミドフシー、トアドビサミロセンブサイメラコービーオドレスペルテイク、パリズバシ、ピオブドミリドラズ、ピオブドリホーボポッドアステンジ、ポッドアスティンジェスコブルド、ポルジービジンジーカパトクラジラドノビシラディリエボシ、ラウスバッツロティリソリコビサストジコビサスビンジャレボ、セヒノビシトプリカチューリカ、ベリケサットニスビジンジイカザブドキシルセジーズラボ、 合計18、335人、合計24,426人、クロアチア人が73%、ボッシュニャク人が26%を占める。ありがとうございます。